旅館和尚です。イエイ。おはようございます。今朝はですね、また新たな、すがすがしい朝を迎えました。イエーイ。それそれそれ、お祭りだーって感じです。いやー、幸せな朝です。とても嬉しいニュースが昨日、おとといと入ってきました。それは、今度、沖縄でお話し会が復活いたします。復活。日程についてはまだ調整中ですが、なんと、私の YouTube を見てくださっている方の中で、お二人が、ぜひ、沖縄でお話し会をしてほしいということでご依頼が来ました。やったー！で、実はですね、沖縄に関しては、今年の2月に、盛大に、約80人という方をお呼びして、お話し会をやりました。で、上級者編、先進の上級者編というのも、やりました。両方合わせて、約100人以上の方が、今年の2月に来てくださったんですが、やはり先進で言うとこのご法度がちょっといろいろありました。出ました。うん。要は、海です。海が吹き出たんです、当時。うん。バッと。その関係で、沖縄のお話し会の継続がなくなってしまったんです。で、これが僕の中では一つの、まあ、これは、まあ、お試しだなって当時ずっと思ってました。うん。これ何を意味してるんだろうっていうね。うん、で、必ず、僕は、この宇宙の法則のことよくわかってますので、次の大きなステージが来るときには、必ずお試しが来る。お試しが来て、これをクリアすると、大きなギフトが来るっていう、この法則を知ってるので、すべて感謝で、捉えていきました。ね。そして、いろいろ、海が吹き出た、その時に、まあ、その対象である、まあ相手の方に対して、こう愛で包む、ね、うん、愛でこう抱きまえらせるっていうね、そういう雰囲気、その思いですね、そういう気持ちで常に頬をポノポノ、ね、ありがとうございます、感謝してます、愛してます、許してください、ごめんなさいって、ずっとずっと、頬をポノポノしてきました。まあ、その関係なのか、今回、別の方がきっかけで、またお話し会が復活しそうだと。もうか具現化します、具現化はね。あとは日程を調整するだけなんですが、そこまでお話が、進みました。本当に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい。沖縄っていう地はですね、霊性がとても高いんです。ウミンチュ、カミンチュ、ね。まあ、いろんな言い方します。それからユタ、ノロと言いまして、とにかく、霊能者がいっぱいいるところです。いっぱい。ね。うん。琉球人。そして、琉球王国って言って、ちょっと日本とはまた、ね、本土とはちょっと違う、その、魂の性質を持っている。こういう人たちが非常に多いんです。うん。で、これも全部、石屋、ね。D と S に沖縄を占領させられて、支配されて、この能力を、封印される方向に行っているんですが、全部を 100% 潰すことができなかったんです。ね。これがもう一度、琉球王朝が復活する。そういう大事な場所なので、とても僕は気になってたんです。それが、再度復活する。ね。もう一度沖縄でのお話し会ができる。ということになったので、もう、それはそれは嬉しいんです。それそれそれお祭りだーって感じなんです。やったぜって感じ。で、今日、東京の方でね、石井さんとのコラボの話し会をやるわけで、素晴らしい報告ができるなというふうに思ってます。それがまず第一点です。それから二つ目。僕は必ず、自分の考え方が、ずれてたらいけない。間違っててはいけない。
だから常に、気持ちをこう基本に戻そうという意味も込めて、あとサニワも兼ねて自分の考え方が偏ってないように、常に修正することをしておりまして、僕には必ず大事な方が2人3人いて、僕今こんな考え方をしてるけどどうって、それからこういう人と今こういう動きを今始めたけどどう思うとか、こういう人の話を聞いて今どうやり方だと思うとか、必ず聞くようにしてます。うん。そして意見を必ず聞いてます。で、僕がどっちの方向に向かっていってるか、これがね、微妙にずれたりする時があるので、ここを気がつかない場合がよくあるもんですから、いつも、修正して、心がけてるんです。僕、いつも。偏ってないだろうかって。うん。その上で今こう常に動いてるわけなんですが、石井さんの話はとにかくすごく深いです。あの世に行った体験としてはとにかく、群を抜いていろんなことを知ってらっしゃるんです。うん。木内鶴彦さんの話も僕散々20年前にずっと本もいっぱい読んだし、お話も聞きにも行きました。うん。それから、矢作直樹さんの話も一応聞きました。ね。うん。まあ、かれこれも、木内さんも、矢作さんも、10年ぐらいは会ってません。だから、この10年間にどれだけ進化したか、これはちょっと僕も答えようがないんですが、そういう中で、あと、別に有名、無名に限らず、こう、無名な方でもたくさんの臨死体験した人、それから予知夢を見た人、それから、幽体離脱した人も何十人って会ってます。何十人。そういう中にあって、石井さんはすごいなって、常にやっぱ思ってるし、何人かの石井さんの過去を知ってる人とも、コミュニケーションを取ってますが、みんな評価が高いです。しかしです。しかし。石井さんは、やっぱりこの、今この瞬間、なんだろうな、僕は必ず先進の話をするんです。先進。先進をして、とにかく、この感情をコントロール。簡単に言うと、トレーニング。うん。ご法度の心を起こさない練習。これを僕は常に僕は言ってるんです。これ具体的な、今この瞬間、人間として生きている以上波動を上げるっていう意味の具体的、ね、具体的手法として先進、ご法度の心を起こさせない、内観をしましょう、菩薩下座をしましょうって言ってるんですが、ここだけはどうしても僕ね、どんなに石井和義さんが素晴らしい方であっても、ここはなんていうのかな、譲れない部分なんです。ここだけはね。だから、石井さんのお話は素晴らしいから、しっかり皆さんには聞いてもらえますけれども、でも、僕は僕として、この先進、御霊磨き、内観、ここは、しっかり来た方に、なんていうのかな、お伝えをするというか、お話をしていきたい部分なんです。ここだけは譲れないんです、僕、どうしても。なので、もういろんな話があって、すべてが正しいし、すべてがこう、なんていうか、工事の話なので、もう、どれも全部大事なんです。どれも。だから、どれが欠けてもダメなんです。ね。だから、どれがいい、これがいい、ね。ジャッジはないんです、ジャッジは。これも素晴らしい。こっちも素晴らしい。こっちも素晴らしいみたいな。とにかく、いいとこ取りです。いいとこ取り。で、もう最後、これから世の中が大峠が来る。金融崩壊が来る。経済崩壊来る。トランプさんが就任するといろんなことが、嘘がバレていくんです。バレて。この時にたくさんのことが吹き出るんです。吹き出る。今まで溜めてた、うんこ、泥、わかる、おしっこ、なんでもいい。とにかくね、吹き出る。一回吐き出される。この痛みにどれだけ耐えられていくかという時は、先進をしている人としていない人で、雲泥の差になるんです。
しっかり自分軸を持って先進ができている人は、この難局を楽しみに変えることができるので、このことだけ伝えたいんです。このことだけ。ね。で、今日からまた新たな気持ちで僕自身も出発して、先進を大いに語っていきますので、どうか皆さん、よろしくお願いします。それそれそれお祭りだー。ポンポンポンパラパラポンって感じであるね。イエイ。